2015年10月ドラマ火曜日夜10時 TBS 系列結婚式の前日に結婚式まであと100日この日私は脳腫瘍と診断されてしまった。そんな時型破りな母が28年ぶりに帰ってきた。今娘と母の100日間に及ぶ戦いが始まる。主人公が病気になるからといって決してシリアス&お涙頂戴ストーリーではなく、見る人の心を明るく前向きにするヒューマンラブストーリー。公式サイトのイントロダクションによると、家族とは切っても切れない縁で結ばれた不思議な関係、近くにいても離れていてもどんな家族にも大小様々な問題が起こる。その問題に対して解決の糸口を探し、やがて導き出し絆を深めていく。しかし昨今その絆が失われつつある。家族の優しさや支えが当たり前のように感じ、感謝することも忘れてしまっているのではないだろうか。物語は東京築地と江ノ島、二つの町を舞台に、心優しい主人公瞳と型破りな母かな子が毎回繰り広げる親子喧嘩が見どころ。人間そんなに簡単に死なない、悲劇のヒロインになってんじゃないよ、などと無茶苦茶な論理と行動で瞳を叱咤激励するかな子。そんなかな子の矛先は、瞳の病気を受け入れられず結婚にためらいを見せる婚約者雄一、家の格が違うと結婚に反対する雄一の母京子、瞳を心配するあまり過保護になってしまう元夫健介などへも向けられる。一方瞳は自由奔放なかな子に猛反発するが、やがてその言動に触発され生きることに前向きになってゆく。このドラマは長年離れていた娘と母が和解し、絆を再び結んでゆく許しの物語。家族のあり方や瞳を取り巻く人々との絆も描き、かな子が家を出た本当の理由や瞳の結婚を邪魔する存在など、サスペンス要素も織り交ぜ、物語のハラハラドキドキ感を盛り立てる。登場人物たちが懸命に生きるからこそ見る人の心を打ち、それが大きな感動を呼ぶ。で、そんな娘と母を演じるのは、カリナと原田美枝子。ちなみにね、カリナの連ドラ出演は、2013年7月クールの月9サマーヌード以来2年ぶりで、主演としては、2011年10月クール、フジテレビ、私が恋愛できない理由以来で4年ぶり。ね。で、そして、気になる登場人物とキャスティング。まず改めてカリナ扮する芹沢ひとみ、中堅不動産会社のマンション開発事業部で働いている。仕事でもプロジェクトリーダーとして自分が企画したマンションの完成に向け充実した日々を過ごしていたが、一方原田美枝子演じるひとみの母柏田かな子、型破りで超自由人、ひとみが3歳の時に家を出て以来28年ぶりに戻ってくる。その間海外などを転々とし、カメラマンやデザイナーとして仕事をしてきたようだが、その多くは謎に包まれている。そして瞳の父芹沢健介に遠藤健一、築地にある寿司屋岩井寿司の店主、下町的な人情にあふれ心優しい男だが、時に重大な局面にはおろおろしてしまうような一面もある。続いて健介の妹芹沢咲に美穂純、瞳のおばであり育ての母でもある。それから岩井寿司がある築地いろは商店街の重々亭三代目亭主前原翔太に山本裕介、瞳の幼馴染でずっと片思いをしている。続いて翔太の父前原源太に蛍幸次郎、重々亭二代目亭主であり健介とは幼馴染。一方瞳の婚約者園田雄一には鈴木亮平、白金に代々続く実家の園田クリニックで働いている内科医、穏やかで優しい好青年だがおっちょこちょいな一面もある。両親に反対されながらもやっと認められた結婚だが、瞳が脳腫瘍と診断されてしまい。続いて雄一の先輩で脳外科医の寺本真理子に戸田奈穂、主治医として医者としての立場だけでなく親身に瞳をサポートする。そして雄一の母園田京子に江波京子、園田クリニックの院長夫人。瞳が病気になってからは息子の幸せを思うあまり結婚に反対するようになる。それからかな子の古くからの友人で児童養護施設江ノ島ひだまり園の園長北野里美に藤田由美子、さらに間野恵里奈、
犬飼敦弘、八柴俊弘、中野裕太、池田さえみも出演。ということで、とにもかくにも結婚式の前日に楽しみにしたいと思いますね。はい。